バイノ・ライティオは、フィンランドの作曲家、ソルタバラ出身。ヘルシンキのシベリウス音楽院で、エルッキメラルティンラに支持した後、1916年から1917年まで、モスクワ音楽院で学んだ。その後、1921年には、ベルリンに、1925年から1926年まで、パリに留学した。 1926年から1932年までビープリの音楽アカデミーで教職に就き、その後ヘルシンキに今日移した。ライティオは保守的な国民学派が支配的だった1920年代のフィンランドの音楽界に現れた新しいコスモポリタン的なスタイルの小集団に属していた。彼のキャリアは8つの公共誌を書き上げた1920年代にピークに達した。 スクラービンに影響を受けた彼の手法は、北欧の音楽界にとってはあまりにも斬新であった。1919年に発表された、還元楽作品、白鳥は1938年に出版され、代表作となっている。1930年代と1940年代は、小規模編成の作品に勤しむようになる。しかし個人的にオペラを書く努力が続けられた。今日、 作曲者の手書きによる5つのオペラがわずかに知られている。ありがとうございます。